佐久薄田インターチェンジは、長野県佐久市にある、中部横断自動車道のインターチェンジである。建設中の箇所は、薄田インターチェンジであった。出口付近、中部横断自動車道インターチェンジ名称が、決定しました。国土交通省関東地方整備局長野、国道事務所、長野県、佐久補城。2021年5月9日閲覧。 中部横断自動車道開通記念プレイベントチラシ。2018年3月20日閲覧。プレスリリースに開通します。長野県作建設事務所。2018年3月10日閲覧。中部横断自動車道八千歩高原インターチェンジ。作南インターチェンジ平成30年4月28日に開通。国土交通省関東地方整備局長野国道事務所。 2018年3月8日閲覧。E52、中部横断自動車道八千歩高原インターチェンジ、作南インターチェンジ平成30年4月28日18時に開通。国土交通省関東地方整備局長野、国道事務所。2018年3月20日閲覧。ありがとうございます。